こんにちは、理研ケーキの大久保です。本動画ではポータブルガスモニター04シリーズの簡易取扱説明および操作手順についてご説明いたします。04シリーズはシリーズで同様の操作手順となっているため、本動画では OX04 をベースに説明を行います。04シリーズは大気中のガスを検知する個人携帯型のガスモニターです。大気中の有害ガスや酸素の濃度を測定し、設定したガス濃度に達した時に警報を発報して、ガス中毒や酸欠への危険を知らせます。検知対象ガスにより型式が異なりますのでご注意ください。検知方式は拡散式です。ポンプは内蔵していません。警報ランプ赤外線通信ポートです。警報時に赤く点滅します。またデータロガマネジメントプログラム使用時にパソコンとデータ通信を行います。ブザー放音口です。操作音や警報音の放出口です。ブザー放音口を塞ぐと警報音が聞こえにくくなるので、塞がないようにご使用ください。 LCD 表示部です。検知ガス名やガス濃度、電池残量などを表示します。エアーボタンです。測定モードではエア構成を行います。ユーザーモードなどでは選択操作を行います。パワーモードボタンです。電源のオンオフを行います。ユーザーモードなどでは確定操作を行います。センサ部です。ガスを検知するためのセンサが搭載されています。背面の電池蓋を取り外すことで電池交換ができます。電源を入れてみましょう。ブザーがピッと鳴るまでパワーモードボタンを押し続けます。これで電源が入ります。電源投入後、 LCD 表示が自動的に切り替わり測定画面になります。タイプによっては測定モードになる前に STEL 警報点表示や TWA 警報点表示、積算 TWA 警報点や積算警報点が表示されます。本体が測定画面に遷移した後、電池残量表示を確認してください。電池残量の確認後、フィルターチェックを行います。本機右上のセンサ部に付属しているダストフィルターが汚れていないこと、目詰まりがないことを確認してください。測定画面でエアボタンを長押しし、ピッピッピッと音が3回鳴り、 LCD 下部にリリースが表示されたらボタンを離してください。ガス濃度表示が酸素検知の場合は 20.9%、 他のガスの場合は0になります。本作業が完了し測定画面に遷移しましたら、正常な検知が可能となります。ブザーがピッ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 と4回鳴るまでパワーモードボタンを押し続けます。LCD 表示が消えたら電源オフとなります。以上で04シリーズの簡易取扱説明を終わります。ガス検知器を正しく使い安全を守りましょう。